皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。立憲民主党の代表選挙の候補者4人は8日、NHK の日曜討論にそろって出演し、次の衆議院選挙に向けた野党連携の在り方や政治改革などをめぐって論戦を交わしました。記事の後半では、選挙戦がどうなっていくのか記者が解説します。立憲民主党の代表選挙の候補者4人は、NHK の 日曜討論に揃って出演し、次の衆議院選挙に向けた野党連携のあり方や、政治改革などをめぐって論戦を交わしました。野党連携の在り方について、野田元総理大臣、野党の議席の最大化こそ、自公政権を過半数割れに追い込むことになり、対話の中で政権を一緒に担う野党も出てくる。一番近いところにいる国民民主党は、代表選挙が終わったら協議しなければならない。 日本維新の会とも一致できるか探っていきたい。枝野前代表、裏金議員を倒すという最大の課題は、他党にも理解してもらえると思う。国民民主党は働く人のための政治という共通の基盤に立っているので、普段の努力で連携を深めたい。その他の政党との一致点は自民党の議席を最小化するということで、民主主義のために必要だ。泉代表。 各野党党に対し自民党を倒すためのの最大限の協力を呼びかけたいたいだ、こちらの理想ばかり言うのではなく、それぞれの政党に戦略があって議席を伸ばしたい思いもあるので、手を結ぶところでしっかり結んで、丁寧にやっていきたい。吉田晴美氏、来月早々にも衆議院の解散があるのではないかと言われている中で、選挙区のすみ分けの議論を始めるべきだ。 候補者を擁立していく姿勢を堅持しながら、野党の候補者の一本化に向けて全力を尽くすべきだ。政治改革の具体策について、野田元総理大臣、裏金事件は脱税であり、何もけじめがついていない。世襲議員も多すぎて、民主主義の国家といえるのか。弊害が多いと思っている。非選挙権年齢をを引き下げ女性のチャンスを拡大し 世襲をを制限するることでういな人材にチャンスを作る非選挙権改革をしたい。枝野前代表、我々が通常国会で、こんなのはザルだ、だめだ、と言っていたものを自民党が総裁選挙で、急に言うのは眉に唾をつけて受け止めなければいけない。また、世襲議員が多すぎる。政治家が亡くなったり引退したりすれば、政治資金は国庫に戻してもらうというのが本来の姿だ。 泉代表、自民党本部の中では今も政策活動費や裏金が動いているのに、総裁選挙の時だけ改革を言うのは、あまりに不誠実だ。旧文通費の公開については今、基準も使ともバラバラで白黒つけられないので、共通のルール作りを急ぐべきだ。吉田晴美氏、政治家だけがこんなにいい思いをしているのかという国民感情があり、次の衆議院選挙ではしっかり見そぎをしてもらいたい。 民間企業は会計を公開し監査を受けており、同じレベルで政治をやればパーティー券や政治活動費の問題はすべて解決できる。立憲民主党の代表選挙は7日告示され、野田元総理大臣、枝野前代表、泉代表、吉田晴美氏の4人が立候補し、今月23日の投開票に向け選挙戦に入りました。4人は党本部での共同記者会見などに臨んだ後、 名古屋に移動しして街頭演説を行いました野田氏は政治に信頼を取り戻すことが一番大事だ。自民党の裏金問題への対応は0点で政権交代こそが最大の政治改革だと訴えました。枝野氏は自民党の一部は裏金の中身も明らかにしないままうやむやにしようとしている。 政治腐敗を一掃し、新しい時代を切り開く戦闘に立たせてほしいと訴えました。泉氏は、いつ政権を握ってもいいように外交、安全保障、経済、教育、子育て、エネルギーと政策を揃えている。裏金の自民党から政権を変えようと訴えました。吉田氏は、訴えたい中心は教育で、公立の教育で最高のものを子どもたちに提供すべきだ。 社会で教育を支えるのが一番大事な政治の役割だと訴えました地方郵政は全国11カ所で予定されていて8日は福岡で街頭演説や討論会が行われます各陣営とも国会議員票に加え全体の半数を占める地方議員や党員サポーターなどの地方票も勝敗の鍵を握ると見ていて地域での票の取り込みに力を入れることにしています どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。